いやでもなんかやっぱ絵に結構ね気合入ってるところが多いから、でもなんかそれはなんか見てて乗ってるなっていうか、描いてて大変かもだけど、なんか結構楽しく描いてるところはすごく伝わるというか。いやまあでも楽しくはないかも。そうなんだ。じゃあ俺の木さんの誤ってるわ。わかんないですけどね。全然いいと思いますけどね、うん、まあもうちょっとエフェクトかけるかどうかだけど、でもまあ全然これで、うん、あんまりかけすぎてもね、そう、わかるわかる。やっぱね、作家さんもそうやってなんか出たり入ってるのもあるからか、割とね、まあここです、このね、うちみたいな、そう、ここがね、そう、これ家なんですよ、僕の隠れ家なんです。そうなんですよ、これね、どうぞどうぞ。あ、本当だ。で、今日ここなんで、あ、そうです、なんで今日ここが僕らの部屋で、なんで本当に旅館なんで、旅館みたいな。あ、旅館なんです、旅館的なね、作りなんで。よいしょ、ありがとうございます。ここっすね、今日の部屋が。よし、よし、どうぞどうぞ。あったかい。じゃあそっちいいですかね、ここちょっとね、まあ、今日撮影もしやすいように。いやいや、どうぞどうぞ。でここいいのが本当にこうね、個室で使えて、なんかなんで打ち合わせとかにもねしやすいというかですし、そうで、しかもここ全部セルフなんです。そう人が一切来ないからで、そうなんですよ。でこれすごいのは、こっちにちょっと今あれなんですけど、こう冷蔵庫あるから、お酒とかここで自分で取って、で料理も全部あるんで、これを取って自分たちで食う。もうあるんですね。そう、もうで鍋があるから、鍋の材料とかも全部あるんで、基本はもうここで自分たちで取って、もう飲みたいもの、レモンサワーとか、何飲みます？まあビールもあるし。あ、本当ですか。俺一回ビールしようか。ちょっとビール、まあちょっとなんで、あ、ごめんなさい、荷物だけ置いちゃって。よしよしよし。もうこのね、合宿みたいな、このなんかね、料理がね、これがコーパーラ、コズラちゃんか。まあまあ、じゃあね、もろもろと一日お疲れ様です。ありがとうございます。燻製のお店なんで、なんか割とこういうピクルスとかも全部燻製にしてあるものなんですよ。でそれがなんか冷しゃぶというか、そのね、すき焼きか、なんか冷たいすき焼きみたいな感じでこじゃれてるというか。されてます、うん、ではではね、お好きに。じゃあいただきます。そうだから多分食えそうですけどね、うん、形的に。まあ冷たいけど、うん、うん、なるほど、美味しい。まあまあゆったりとね、全然。また阿部さんも食べちゃってください。いただきます。いやいや、いやでもマジでね、いやでもね、来られる、まあまあ来るから、主戦度感を結構うまくかけたなと思ったところもあって、キュウリの看板やっぱめっちゃ面白いし、やっぱコメントもね伸びてたし、やっぱね、すごいいいキャラクターに育ったね。なんかあれはすごく丁寧に結構作ったから、なんか吉明くんのなんか良さがちゃんとこうね生きたなっていうのはすごく俺は嬉しいなっていう。まあ、結構ね、スミレやられてるところで思ってる人もいますからね。そうだから、それぐらいでもちゃんと読者が応援してるっていうところがなんか育ってきたなっていう。愛されてるかな、思ってくれる人が。そうやっぱそれね、そうでかいんだよね。いやでもね、
いろいろと頑張ってもらってるから。そう。そう。作が大変だよね。いやでもなんかやっぱ絵に結構ね気合入ってるところが多いから、でもなんかそれはなんか見てて、あ、乗ってるなっていうか、描いてて大変かもだけど、なんか結構楽しく描いてるところはすごく伝わるというか。いやでも楽しくはないかも。あ、ほそうなんだ。じゃあ俺の木さんの誤ってるわ。わかんないですけどね。だからね、すぐ人と比べちゃうからやっぱ。ああ、そういうね。ああみたいな、もう全然描けねえなっていう、ね。大丈夫ですよ。もうこっからめちゃくちゃ俺は売れる未来しか見えないから大丈夫大丈夫。そうですね、売れたいですね本当に。お前アニメ化がねやっぱしてほしいです。やっぱそのね、それこそ、まあ、メディアミックスってちょっと自分とは違うね人たちが作ることになるものを、本当になんか自分の子供をね、なんかこう向こうに預けるみたいな感覚なんで、それでもまあ一応原作者の方がチェックというか、まあ、あ、もちろんはい、全部それを小林さんに一回伝えるわけで、まあ基本最初は僕が見るんで、僕に全部その情報が集約して、僕からそのね作家さんにこう、まあ、キャラクターのデザインとかものとかをお見せして、まあ、コンテって言われるものとか、まあ、でも結局コンテっていうものの後に作画作業で、その間がもう僕ら見えないんですよ。やっぱり結局コンテで良かったとしても、なんかその間全然絵が動いてないとか、なんかそのね絵の枚数まで僕らは把握できないから、まあ、そういう仕事だから、そう、まあ、作家としてはねありがたいですけど、まあ、そうですね、結構言うでやちゃんと言うし、ガンガン言う、うん、まあ、やっぱだから本当昨今ね結構編集者がね、なんか利益みたいなものをね取ってるから、そのちゃんとそういうものが伝わってないんじゃないかみたいな言われ方をする時もたまにあるんですけど、まあ、わかんないですけど、僕に限ってはなんか別に編集者それでね作ったメディアミックスが売れても別に一銭もお金入んないし、うん、別にそれは本当に給料が上がるわけでも何でもないけど、むしろ自分が作って作家さんと苦労したものが変になる方が一番嫌だから、もちろん作家さんのものだけど、俺は俺の関わった大事なものとして見てるから。懸案のあのモーションキャプチャーとかやられてるんですよ。ああじゃあいきます。 17H テイク3いきます。よーいスタート。それ今度ここまでやってるやついねえよっていう。そうでもね、まあまあ好きというかね、まあ、俺もやっぱ漫画編集やれなかった期間がやっぱでかかったから、やっぱ作りたい欲がすげえあるんだよね未だに。キャンキャン編集部にいたってあれ高木くん知ってるよね。初耳だった。あ、そっか。もともと俺あの漫画編集部来る前は3年間あのキャンキャン編集部いて、4年目まではあのそこでねあのちょっと頑張ってたっていう感じだから。編集者になるっていうのを決めてた。あ、でもその時は割と僕就活いろいろな分野やってたから、今後いろいろと盛り上がるところ行きたいなと思って、まあ、その時だから今のアプリウェブ漫画も結構最初からそこも行ってたところあるんですけど、なんかやっぱウェブは今後日本から世界にやっぱ発信できるっていうのが分かったし、日本ってもう大体買ってるじゃないですか、ものをこうね、職業自給率も低いし、なんか輸出できるものってなんだろうって結構思った時は、割とあ漫画いいなと思って、でもともとすごい好きだったから、まあね、ちょっとね、まあでもまあもちろん悩む部分はありますよね、なんか本当に今漫画業界もやっぱ変わってきつつあるので。僕も次今副編集長ですけど、その編集長になったら作品あんまり持てなくなるってなると、俺はもうそれよりもやっぱり作品作家さんとこんだけ作ってきてやっぱやり続けたいって思いはまあわがままだけど結構あるんで、
そう本当にだからね配属でキャンキャン言われた時めっちゃショックだったし同期みんなが顔見合わせたぐらい小林がキャンキャンみたいな結果もう3年以上毎年移動規模出してももう全然通んなくて嘘だろって思いながらもう最後の年も本当辞表用意してもう今年行けなかったらもう僕会社辞めますと思って行ったらまあ、サンデーっつって言われたんで、ああよかったな、まあ、辞めなくてもよかったなって思ったんですけどその時はもうあれですかフリーランスでやるっていう格好もう全然まあ多分やっぱキャンキャンで結構鍛えられた自信もあったからなんか8ページをいくら使っていいとかでもうお弁当のもうね人数計算してそのね26人にお弁当だと思ったらじゃあ850円までだなとかすげえそういうのも全部やらなきゃいけないやっぱりそれもお金ちゃんとしてる分作家さんのお金もめっちゃ計算するしだからこの人が何日にお金入るかとかちゃんと儲かってるかどうかとか俺は結構そのね売れてきたら早めに交渉して原稿料上げてくれませんかとかっていうのも、まあ、これも結構担当次第だからそうへえ今もうね吉田君に関してはもうめちゃくちゃ早くからもう上げて上げたいからって言って、まあ、でも速攻で上げさせてもらったんでいやありがたいことになんか原稿料をすぐアップしてもらっていう感じで誰が最終ジャッジを下るんですか、まあ、やっぱ編集長がその部署のお金の予算持ってるんで、まあ、僕の場合はそういった資料ちゃんと作ってるというかまあ資料まあ口頭もそうだけど、まあ、やっぱこのだけの部数とかこうなってここのところで言うと、まあ、やっぱ採算絶対取れてるしここは上げてくださいっていういいですかじゃあ鍋開けちゃいますかいいですよよいしょおーめっちゃまだ寒いからねお鍋がうまいっすよ時期的にねよいしょもつ鍋がよいしょ美味しそう結構もつたっぷりですねいやすごいねね、なんかもう結構世代一緒だからねもうこの辺りもう一緒にやるやってたゲームのねやってたからねそうやってたやってた俺もねずっとゲームやってたゲームやって漫画読んでそうそうそう俺結構カービィがすげえ好きでめっちゃ俺も大好きカービィ好きでしょやっぱカービィすげえんだよなスーファミでも出てるそうスーファミもねデラックスもそうだしめちゃくちゃ面白いしやっぱね、そう俺ね本当にカービィを超えるキャラクターを作りたいなっていう夢が若干あってカービィが強すぎるんだよいや俺もゲーム作りたいんですよ、うん、なんか漫画もそうだけどゲームに結構ねなんか、うん、だから大体例が当たれば、うん、ゲーム作りたいなって、うん、あそこねあいいじゃない全然いいと思うよそうそうそう